どうもナメです。はい、Amazon で予約してて届きました。じゃじゃーん、こちら。はい、これね、あれなんで、これね、仮面ライダークーガのライドウォッチボックスブックっつって、ここにね、ライドウォッチあるんですけど、これね、アメージングマイティのライドウォッチが付いている限定版なのかな？うん。でございます。でね、ページ数はそんなないんですけど、こんな薄いんですけど、こっちの本体にね、このライドウォッチが入ってるんですよ。でも組み立てちゃったんですけど、中身がね、すごいんですよ。ここはジオのライドウォッチ、まあ、平成仮面ライダーのやつなんですけれども、ここに、ね、端っこに、ほら、平成から、全部載ってるのずらーっと。こんな風に。で、クーガーのやつなんで、こんな風にね、載ってるんですよ。これアメージングマイティね。これ、普通の4フォーム形態。いやー、クーガーはね、俺が初めて見た、まあ前にも言ったと思うんですけど、俺が初めて見た仮面ライダーなのでね、しかも平成第1号ってことで、ほんとかっこいいんだよ。もう見て、ほんとにクーガー。超面白いから。はい、こちら。これアルティメットね。で、各フォームの金の力が、ライディングのパワーが詰まったやつでございます。ほんとはね、これ普通目赤いんですけど、本当はね、黒なんだよね。そう。これフォームになると目が黒になるんだけど、テレビ版だとね、目は赤いままに変身できたんですよ、ゴーダイユースケは。わあ、しかもいるしね、ほら。バイクも持ってるし、ほら。これね、当時のまま。ゴーダイユースケ役の小田切さんですね、小田切長さん。そう。かっこいいね、ほんとクーガーは憧れました。あ、いっぱいいる。しかもほら、一条さんとかね、沢渡さんとか。乗ってるよ。懐かしい。あ、で、クーガーの敵はこのグロンギーって言ってね、ここにね、グロンギーが書いてある。で、これが最後の敵ね、ダグバっていう究極の闇をもたらすもので、あとはこんな感じでね、クーガーってね、なんかね、集団があって、最初の方はこのズっていうね、名前の写真にズっていうのがズっていうのがつくんですけど、これがズの最初の方に、まあ最初の敵で、次がね、これ目っていう、目の集団なんですよ。名前の最初の目がついてるんで、こっちがね、途中から出てきたやつで、強いのはこの5ね、名前の最初に5がつく人の5の集団、この要素、5が一番強いんですよね。ズ、目、5の中で5が一番強いんですよ。そう、5が一番強いんです。すげえ、なんか各話のストーリーとか持ってるよ。わあ、懐かしい。すごいね。ちょっとパラパラと見せてますけど、これね、ほんと見てほしいわ。あー、最後これですよ。これラスト、このね、雪の中で戦うシーンは、ラストバトルは、クーガーはね、最終ホームがね、最終回の1個前にしかなってないんですよ。テレビ本当になっちゃいけないフォームなんで、これ。そう、いや、でもよかったよ、これ。本当にマジでクーガー見てください。で、これ本とライドウォッチも組み立てちゃったんですけど、これですね。これがアメージングマイティのライドウォッチ。本当はね、これ分解されてたんですけど、もう作っちゃいました。ここはシールですね。で、ここは回りません。ガシャポンとかと同じなのかな。で、これね、ここに絶縁シートがあるんで、これ抜きます。これ押すと、音声が鳴ります。ライドウォッチ！ってことで、一個ずつ聞いてみましょうか。アメージングマイティ、電撃の力を宿した黒きボディ、クーガ、アメージングマイティ、アーマータイム！おー、こんな感じに、まあ、ベルトがなくても音声は楽しめます。うん。でね、ここの上のボタンは押しても何もなりません。この4種類かな。そうだね、アメージングマイティ。まあ前も言ったんですけど、俺はベルト持ってないんで、これでしか遊べないんですけどね。そこらね、こんな感じで。いや、でもクーガのライドウォッチだけでね、俺はテンション上がります、本当に。うん。はい、というわけで、このね、仮面ライダークーガのライドウォッチボックスっていうのをゲットしましたね。発売されたんですけどもね、
これ多分普通に売ってるんじゃないかな、まだ。本屋さんとかで売ってるのかな。うん。もし気になった方はぜひ買ってみてください。本日も見ていただいてありがとうございました。じゃあ。